この間どうも、ゴです。このチャンネルは中国に関する動画アップしていますので、興味ある方ぜひチャンネル登録お願いします。最近 SDGs っていう言葉は日本ですごく流行っています。皆さんご存知ですか？日本で SDGs に企業が取り込んでると太郎さんから聞きました。だから今日は中国ではどういう感じがという動画を撮りたいと思います。 SDGs という言葉は私正直初めて聞きました。太郎さんによると SDGs は持続可能な開発目標です。17個目標があります。簡単に言うと、環境に良くないものを使わないとか、食べ物を無駄をなくすとか、安い人件費を作られたものを買わないなどです。実は中国ではな、一般家庭で普及していません。認知度が低い、あるいは全く知らない人は結構いるだと思います。虽然不知道这个词，但是有类似的一些做法。例えば食品をロスなくすとか、中国でも今も動きます。2021年4月29日食べ残しを禁止する法律、反食品浪費法が可決されました。内容は、過剰な量の食べ残した客に対して、飲食店側の食べ残した分の処分費用を請求できます。そして店員は客に適量を注文するよう促す必要はあります。大量に注文させた場合は最大1万元の罰金となります。1万元というのは20万円です。その他にも、前中国で結構大人気の大食い動画の配信も禁止されました。大食い番組に関わったテレビ局や動画配信業者に対しても最大10万元罰金となります。200万円ですね。まだ食堂を持つ政府機関や学校、出前アプリを運営するネット企業にも食品の無駄を出ないように要求されています。もう一つはね、環境保護のため、政府がプラスチック製品の大規模な利用規制もあります。2020年末までに飲食店での使い捨てのプラスストローの利用を全面的に禁止します。特にマクドナルドとスタバみたいな大手企業も今もプラスチックから紙ストローに変わりました。でも普通の店ではまだ使っていますね。そしてスーパーなどの買い物袋でもプラ製品の採用を禁止します。分解性プラスチック袋は2020年から2025年までに段階的に禁止されました。こっちは今まだ見てないです。スーパーではまた、普通に買えます。あともう一つは、今年2022年末までに工業ホテルで歯ブラシなどプラ製品の無料提供の自粛を求め、25年までに都市部の出前で使われたプラ製の容器の量を現在より3割減らすということです。これはそうですね。確かに私前四川省に行った時、でも公共ホテルじゃなくて普通のホテルです。普通のホテルと民宿でも提供されないです。最後のあと郵便のパッケージ袋も利用禁止になります。これはそうですけど、今中国ですごく郵便のパッケージ袋を大量に使いますね。例えばネットで服を買った時、ほとんどねプラチック袋をパッケージして送ってもらいました。汚いですね。あれは本当に環境に良くないだと思います。分解性のプラスチック袋を使ったら大丈夫なんだけど、でも分解性プラチック袋だったらまだ費用とか値段が高くになります。それなら企業に対しては、多分コストは高くなるかもしれません。あとはね、安い人件費で作られたものを買わない、これは多分ね
低賃金重労働者の問題ですよね。低賃金で働く人をなくそうってところはちょっと別の問題かなだと思います。アパレルの賃金の問題は正直解決簡単にはできない気がします。だからこの問題について工場のリーさんにどう考えているかちょっと聞いてみます。首先呢，粮食呀，不浪费，中国一直在提倡这几年，还有环保也是提倡。你说那个不卖那个低廉的东西呢，就是很难做到。因为中国很多贫困的地方，哪个地方便宜一点啊，肯定买哪个的东西啦。他首先不管你耐不耐用，首先就便宜，就是那样子。他我刚好需要这个东西，我看到又好看又便宜，所以就选择便宜一点的那种。包括我自己都是那样的。提倡消费者不要买便宜的东西的一个理由就是他觉得便宜的东西是通过那些压榨工人做出来的。哦，这个就很难了。这个就是打个比方，你有钱了你肯定会追求好一点东西，什么牌子啊，什么打火就打用个就是打个比方，用个打火机，如果你好了，有钱了，肯定卖一个几十块、几百块的。现在好多什么流行的工艺那种啊，几百块的，你用不好了，就网上啊5毛钱一个啊，2毛钱一个的有了打火机，就是它中间的作用就是打一下火而已嘛，就是那样的。就还是习惯买便宜的东西，这个习惯，你要他去买这个贵的东西，不一定每个人都能够消费得起。大家都不是喜欢想去买便宜的，目前就是实际情况来说的，就是看口袋里没钱了，你买那么高干嘛，对不对？有钱了才追求好点，没钱了你只能接受那种了，对不对？跟我们吃饭也是一样，没钱了，那个打工的那个工地那些工人，你就肯定就去大排档吃上啦。你有钱的西装啊，就是啊5星级啊多星级那种了，对不对？很现实，对吧？广东就是很发达，但是发达你看的好的一面，也有些周边也有一些，市啊、镇啊，也是很穷的。所以在中国的工厂，作为就是觉得现在说人工费比较低，然后生产这些东西出来，你是怎么想的？现在在中国的时候，人工也不。工资也不算低，但是更发达的国家来说肯定要低一点点。因为我们中国是做出口的，对吧？我们主要是以出口为主的嘛，我们的产品做这种便宜的产品然后卖到国外，对不对？我们去挣它国外的那个美金，以前。但是如果人家倡导说不要买一些比较低廉的产品，那我们中国的产品在这个全球市场上就没有了竞争力嘛。对。那这样其实对我们其实损害更大，不是吗？对对对。因为你说压榨工人的劳动成果，但是呢其实如果人家不买的话，工人直接失业的。对啊，好像人家那工人工厂本来就实现做那种低端的东西，高端我做不了，低端呢我只能做低端呢，中端我就做不了，那怎么办？那不就少人失业了。而且我觉得是不止中国是发展中国家，不是还有很多国家也是发展中国家吗？本来人家的能力就是生产做过的，低的才能找个吃的才有钱，如果你再低的不做了，高他就是他都做不了嘛。然后呢就打比方开工厂，低的不给你做，你做高了，高的做不了就赔钱了，他肯定也不做了，那就等于结果就是失业了那样子。因为之前的话我们在做那个西英的话题有聊到这个，就是工人每天的工作时间非常长，10几个小时，然后工资又不高，但是他们是计件的嘛。对对对对。但是这个问题的话，我觉得大部分工厂是会有这样的一个，有这个，而且大家也是愿意去做。对啊，而且打个比方，就是好像我就说了，一线的厂子固定做这份工，可能工资高一点的。如果在四五线厂子，他去计件的嘛，我想去我就做上，不想去我就不做，或者带小孩嘛，小孩放学了我就去接小孩，又回来做，然后呢，这工资肯定低一点点了。他那个方便在家里面
做嘛带小孩那种嘛，他那里就做出了那个手工的各方面啊。はい、という感じです。皆さんどう思いますか？よかったらコメントで教えてください。今日の動画はここまでです。このチャンネル面白かったら高評価とシュープセンスよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。